ちです。私がやっている大掃除というのは普段やらない場所を指します。いつもは家具を動かしたりはしないのですが、今日は頑張って掃除をしていきます。
はい、今日も2時間ほどで終わりました。寒くなると掃除は辛くなるので、涼しくなったこの時期から始めるのがおすすめです。でも早く掃除を始めると年末にはもう汚れているということにもなりかねないので、大掃除が終わった場所はキープできるよう毎日掃除も頑張っていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。